全国800万人のセガ信者の皆様こんばんは。今日はですね、極悪アクションゲームアレックスキッドザロストスターズにエンテイ君が挑戦というような配信になっております。まあ以前ね、アレックスキッド大会でもね、エンテイ君優勝していましたけれども、はい、そうですね。そんなエンテイが今日はじゃあガチで、はい、このゲームに挑戦ということでね、ここまで長かったですけど、はい、ついにその日が来たと。もうずっと練習してましたからね。はい、じゃあエンテイ君、今日のプレーの方針教えて。はい、今日はですね、まず、まあ、1周ぐらいね、ちょいちょいとクリアしちゃって、2周目までなんとか頑張ってクリアしたいなって思っております。わかりました。じゃあ2周クリアできるようになったんだ。すごいですね。1周クリアはそうですね、なんとかですかね。大きく出ましたね。すごい出ましたね、これ。出ましたね。これもセガ信者見てますからね。セガ信者見てますね。やつは言いましたよ、こんなゲームはちょろいと。舐めてんのかと。2周とか鼻くそだよと言っておりましたけど、言ってないですけど、ね、そこまではもう言ってないですけど、ね、じゃあ分かりました、はい、じゃあエンテイ VS アレックスキッドを始めたいと思います。じゃあ始めろ。はい、どうでもいいですけど、このインカム入れた瞬間のボイスが、なんか温まるディスゲームって聞こえるんですよね。温まるディスゲームね、このゲーム温まるよって。皆さんも我々もエンテイさんの言動に温まってます。温まってますよ。でもね、もう何度も何度もね、理不尽な死に方してるんでね、もう完全不能になってます ね、 なるほどね。簡単にはなんか怒れなくなっちゃいましたね。なるほどね。心を無に発砲コレバープラス、ワンボタン、ツーボタンか、ツーボタン。そうですね、そう、基本はジャンプだけなんですけど、アイテムを取った時だけ、ショットを打つことができる。そうですね、限定で、はい、限定でショットを使えるというような感じ。まあ、穴に落ちるな、敵に触るな、面の一番端にあるターゲットを触れと。もう何回触ったらすぐ死にますからね。そうですね。まあ今まで配信させていただいた大会、そしてゼニゲバ配信の映像、その他を見てもらえればこのゲームがどれだけ極悪だったかは分かると思いますけども、はい、今日はエンテイ君自信があるということなんでね。ほらもう見ますよ、見守ってますよ、我々も、見守りたいと思います。さあ、このモノレール、ずっと捕まってるとね、このようにモノレールに引かれると。そうなんですよ。ここはショットを温存して使っていくと。なるほど。さあ、トランプマン、触ると死ぬぞ、気をつけろということで。さあ、これでショットが使えなくなるわけですね。そうですね、時間で使えなくなる。このひよこも可愛いななんて思ってると触ると死にますからね。そうなんですよ。注意、またいやらしい気を。お、怖いでしょ。さあ、このバウワウというこの犬の鳴き声ですかね、これも触ると死にます。順調ですね、これ順調ですね。しかし、お、外した、打った。さあ、ニューバージョンと旧バージョン、2つのバージョンがこのゲームございましてですね、はい、旧バージョンの方がゲームが難しいと。さあ、この排気ガスを左右にテールガンのように発射してくるチョロキュー。この排気ガス、チョロキュー、もちろん触ると死にます。これ今ジャンプアップのアイテム取ってんですかね。ジャンプ力が上がると。これって今ニューバージョンですか。これニューバージョンですかね、どっちですかね。色的になんか9ってもっと茶色くなかったでしょ。逆でしたっけ。忘れた、忘れちゃった。やっぱ喋りながら難しいっすね。間を入る、やっぱ配信だと緊張しますからね。そうですね、やっぱね、はい、そういうとこありますよ。ロケテストでね、簡単にクリアされてしまったために意地でも難しくしたなんていうのがね、ゲームストムックアーケーダーの石前さんの記事に書いてありましたけどね。そういうの多いですね。そういうの多いですね。本当にもさあ、右にあるのがターゲット、取れるか。はい、1面クリア、お見事。ノーミスクリア、素晴らしい。これニューバージョンですね。これやっぱニューですね。ちょっと簡単なバージョンってあった。ニューバージョンもエンテイさんも片手でもできるって言ってました。片手でもできる。さあ、ジャンボウエース出ましたね。触ると死にます。この指先も触ると死んでしまうと。触ると死ぬのオンパレードですね。さあ、ショットで敵を殲滅しながら進んでいく。これあいつパターンなんだろうね、きっとね。そうですね、じっくりとしっかり見てパターンがですね。まあ、セガ信者は見てるかと、アピールをしておりましたけれどもね、マリオの格好でね、かつてね。さあ、このヘビ、ジェネレーターから出てくるヘビ、足場をスイッと抜けていく。ここ閉じたのを見てジャンプしていくと。まあ、基本的には、まあ、パターンですね。そうですね、はい、うん、ランダム要素っていう部分はあんまりないので、うん、やり込みだけが、全てであると。さあ、ここも注意しながら踏み切りジャンプをしていくと。そうですね、このゲームはですね、課金すれば誰でもクリアできるようになってますんで。なるほど、ね、最近のガチャとあんま変わんないですね。なるほどね。これ端っこにいれば落ちません。それでもあんまり言うとね、10万円使っても出なかった八丁さんが泣きますからね。泣きますからね。そうですね。さあ、ここは上を抜けていく感じ。さあ、このシリンダーみたいな、ピストンみたいな、よく見て、
はい、えい、えい、えい、オッケー、うまいですね。いや、俺本当に安定してるね。そんだけこいつやり込んだんだよって感じだよね、これで。攻略ビデオ見てるみたいになってますからね。もうなんかマインさんがやってる動画と変わんないですよね、もうね、ここまで来ると。さあ、ターザンロープを掴んで、タイミングを見て、はい、ジャンプ。さして先へ進むと。おー、レーザー避けたね。上が抜ける。このベルトコンベアはね、このレバーをニュートラルにしてると勝手に前に進んでしまうと。この場合は後ろですね。向きには注意してくれと、流れてる向きを確認してくれという感じですかね。さあ、足場、タイミングよく乗っていきたいところ。来たところでジャンプと。これ上が掴める。タイミング見て降りると。もう一度、はい。さあ、ヘビーヘビーヘビー、穴、足場と、ほいほいと。そして掴まれ、はい。さあ、この辺はね、焦って降りてね、落っこちゃうんで ね、よく見ましょうということで。さあ、バックランドから、ね、盛大にこう出回ったこの横スクロールジャンプアクションゲームということでね、スーパーマリオとかベーサーゲームいっぱいありますけれども、まあ、そんな中でも激ムズの難易度を誇るこのゲームとなっていると。おー、うめ。ここじっくり待っていきたい。これもタイミング見ていくんですかね。この雷がこんな感じで2パターンあるんですよね。なるほどなるほど。さあ、あのオパオパを触れば2面クリアとなりますけれども、いけるのか、いけるのか。オッケー、はい、うまい。オパオパの涙安定している。オパオパの涙、現在の時間にしてあれですか、20億相当に跳ね上がってますかね。何どういうこと。ファンタジーゾーン2の話なんで気にしないでくださいね。あんまり知らない、ネタを拾いきれなかった。ネタを拾いきれませんね。というわけで3面だ。さあ、この骸骨も触ると死んでしまいます。これ、あの身内で谷口って呼ばれてたゾンビですよね。谷口に似てるんです、ね、谷口って誰だよって話なんですけどね。さあ、これ、ファイヤーの飛び道具に当たっても死んでしまう。これ、このステージ相当難しいですよ、ね、やばいですよね。こっからデッドポイントなんですよね。はい、これ相当死にますよ、これ。ほい、うわー、やり込んでるな。さすがやで。あ、ちょっとこうタイミングずらしたな。どっちすの待っていきたい。はい、はい、いやー、すごいですね。おー、すごい。任天堂信者がロストスターズをやるというね、非常にレアなケースではございます。あ、出た、プリプリマン。こんなのマリオ2に比べれば簡単だよみたいな感じなんですかね。マリオ2に比べればこんなゲームヌルヌルだよと言わんばかりのエンテとなっておりますけれども。あ、でもこっからあれなんですよね、あの分かっていても殺されるデッドポイントが結構多いんで。デッドポイント、なるほど、はい、なるほど。デッドゾーンがあるわけなんですね。さあ、ここ飛んでるモモンが注意しながら前に行く。おお、怖っ。いやー、落ち着いてますね。かなり攻めてきますからね、敵はね。間を抜けてドクロのタイミング、ショットで殲滅。ショットがあれば強い。これ血を這うように進むんですね、このショットね。そうですね、グラディウスのミサイルみたいな感じで。おっとっと。さあ、ジャンピングクリボーを抜けて、さあ、連なってきたぞ。お前らの軌道を見切ったと言わんばかり。もう素晴らしい見切りですね。さあ、ここエレベーターのように上に行って、ここも難しいよ。ここきついですね。下から出てくるこのタンポポみたいな胞子みたいな。すごい、一気に行くのか。あ、ここは一緒か。そうですね。オンだ、あいつどこで歩いてんだよ。あいつだけ歩ける。やっぱ谷口は空中も歩けるということで注意していきたいと思います。さすが谷口、さすがですね。これ谷口さすがですね。谷口さんにことについて知りたい方はね、マットマウス行ってもらえればわかる。余計なこと言うな。さあ、ここはつた、タンポポに気をつけながら、ナイスキャッチ。はい、なんだよこれ。これもう動きがわかんねえんだ。あ、うまい、うめえ。見切った、よし、2つ目見切る。あ、素晴らしい、素晴らしい。そしてこの槍でついてくる悪魔のような、なんかあのドラクエにいるようなベビーサタン的な、ね。あ、そうですね、ヨナズン唱えられない系のやつ。ヨナズン唱えられない系のやつですね。あの着ぐるみ感のあるあのデザイン可愛いよね。可愛いですね。まあ、最近アキラと仕事でドラゴンクエスト1をやってるんですけど、ね、そうですね、まあ、だいぶ最初の方よりね、リカントとか可愛くなりました、ね、可愛いですね、まあね、あしゃ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 、もうワンワンですよ、ワンワン。いや、リカントマグルはマホトーン唱えてくるから逆に弱いみたいな。あ、そうです ね、 ね、まあ、そういうことやっちゃっていいのかなみたいな。覚えたばっかだから使いたいのかなみたいな感じでね。しつけが必要だなっつって2回殴って終了っていう。そうそうそう。さあ、うめえな、しかし3面クリア、お見事。まだノーミスですよね。ノーミスですよ。すごいな。
まあでも面積にはこれで半分超えたところです。そうですね、1周目の半分超えた。さあこのステージは問題 の泳ぐステージでしたっけね。これも大変ですから ねさあ泳いだ時 その自分の制御のできなさっぷりがですね、そうなんです、まあ、スーパーマリオの比じゃないと比じゃないというような。でそれでやっぱり敵配置がえぐい。そうなんですよ、この水泳だけは。ゴミはゴミ箱へ頑張ってねスタンドを飛ばす。このね、エイがさ、打ってくるこのサンダー、これがきついですよね。これがね、ちょっときついんですよね。さあ、この横に移動してくるエイもこのように打ってくると。危ない。まああのね、やはりちょっと感性があるというかね。そうなんですよ、これ思った以上、これ見た目以上に制御しづらいですからね。滑りますよね。さあまだショットがあるようだ。そろそろなくなりそう。邪魔な敵だ、海を殲滅する。さあそしてこの先急ぎ一着はこの伸びてくるところにね、当たらないように注意していきたいところ。ギリギリを抜ける、ギリギリを抜ける。お前一気にいった、一気にいった。もちろんこの下にあるボタン、あー、それは水炎って。でも今死ぬ前にヤバいって言いました、引っかかった瞬間に言いましたから ね、分かってるんですね。分かってますね、死ぬのが分かる。一発捕食されましたが、まあもうしょうがないですね、ここはね。でここですよ、これがまた難しい。うめえ、うまいこれすげえ難しいんだけどな。なんかあの多関節キャラクターがこうシナリオに動いてるわけなんですけれども、やっと抜けたと思ったらこのサンダー A がいっぱいいると。そうですよ、もうこれで一般人は3機ぐらい死んでますから、死んでますからね。さあここは変態を削る削る削る。あれこれずっと出続けるんだね。へえ。さあここで怒りが降ってくる。敵はダライアス並みに強い連中となっているか。そうなんですよ。あっ、うめえ。危なかった。この制御すごいな。見たかこの制御力、素晴らしい。俺に水泳語らせたら深いよと言わんばかりのエンテのプレー。さすがですね。ここは下側へ一回待って、何を狙う。まるでサラマンダのプロミネンスのように魚が降ってくると。いやどんどん湧いてくる。横へ抜ける。さあ最後、これがまた難しいのよ。おお抜けた。もう一匹、一気に行く。全力で、こっからは全力で泳げと。死にたくなければ泳げ。また素晴らしい。 で次がデッドポイント。デッドポイント気をつけてね。ここ、このねブロックがねちょっとね操作がしづらくなるんですよ。よーす、非常に丁寧な泳ぎ。いや素晴らしいですね。さあ下側抜けて、さあ出た、ハンターメトロイド。最後の難関だ、最後の難関。あのサンダー A が絡むが、フィッシュと A、あっどうする。あー抜けた、うめえ。あのちょっと陽気なカエルみたいなやつも触ると死ぬんで。いやここ何これ、この狭さであいつとすれ違わなきゃいけないというね。ちょっとこれはじっくり見たいですね。おお、頭かすってる。安定ギリギリ、完全にバズってましたね今ね。そしてまたハンターメトロイド下側いけるか。あこれで我慢して一回我慢、一回我慢。オッケー、いいと、うめえ、お見事、4面クリア。いや素晴らしい。いやまあちょっと今ミスが一機だけありましたけど、そうですね、一回ありましたけども、ちょっと気を取り直していきたいところですね。さあ今、あのね劇場版が大ヒットしたシンゴジラっぽいゴジラステージですね。ここはね、シンゴジラステージ。さあこれはゴジラが入っている、何かということなんですかね。セリフに当たると死ぬ系です。今取ったのはタイムアップのボーナス、あれですね。はい、テンション上がってきた、テンション上がってきた。そしてこのロッパリドリ、もうちょいちょいエンテさんが小ネタ挟んでくるんですよ。そうですね。さあミニラ、ミニラ、ミニラ、あいつがミニラ入ってんのか。そうです、不思議な構図だな。ミニラが量産された暁にはですよ。本当だよ、連邦などひねり潰してくれるわということで。さあ、足場、乗れ、アイテム取ってから右へ。ここも、落ち着いて上がってきたところを、こうね、ジャンプしてくれますね。これもタイミング取ると死んじゃいますからね。そうですね。さあ、一生降ってくるジャンプ台を駆使して、今度は滑り台、お見事。うまいな。さこれ早い、これ難しい、これ難しいですよね。これ1個飛ばしていくんだね、これね。あっあっ、はい、そしてドークスね、スピード取ってま、はい、っすぐ行きたいところ全部これが邪魔してくれるっていう。なるほどね。さあこの動く石、さあプレス、プレスと書いてある。プレス石抜ける、抜ける。
いや本当に安定してるな。これ壁とこのプレス位置にね挟まっちゃって死んじゃうんでね。そうです、うまく当たらない、天井に届く前に右へ落ちたいところですけれども、うまい、早い早いぞ最後、はい、おうめえ、そうやってやるんだ。そしてこのシャクトリムシ自体さっさと抜けていく。あ、これインディジョーンズ的なね。インディジョーンズ来ましたねこれね。インディジョーンズ的な、あのギャバンの終わりの歌エンディングのね。危ない、あ危ない、危ない、逃げてーてーさん、逃げてーてー、はい、どうなるどうなる、さあどうだ、ここで風船キャッチ、のあー逃がしましたね、素晴らしい素晴らしい。ちなみに今の青いの取ろうとすると取れなくて死にます。あ、なるほど、あのアレックスビット専用の赤い方の風船を取らなければダメだと、ね、ステラ側の風船を取ってはいけないということですね。あくまで青はステラのものであるということで、ね、そうですね、覚えておいてください。抜けて、さあここもジャンプでっぽいな、ピョーンと釣り革、はい、あれこれ捕まったままだとこれ食われるんで、ね、そう、ボジョン食われちゃうんですねこれね。もうその手は食わんやと、散々食われた感じしますね今の動き。何度食われたか何度食われたかさあこの真ん中のゲージメーターが一応あのゴールに近づけば近づくと真っ黄色になればゴールになるんですよね、はい、もうちょいですね、もうちょいだもうちょいだもうちょい、さあ最後に待ち受けるのはなんだ、ジャグリング、ジャグリング、タイミング抜ける、うめえ、お見事、ごめんクリア、うめえ、やる6面なんだっけ、あのバイキンマンみたいなステージでしたっけ、そうですね、体内みたいな、ね、ステージみたいな、これは虫歯菌ですかね、うまくこのジャンプで間を抜けていくと、ジャンプしてる間を抜けていく、すごいなこれも。さあここは上からなんか降ってきてるんですねこれね、もちろん当たると死んでしまいます。さあ歯の間に入る、歯の間に入る、降りていく、下手にジャンプすると死んじゃうのかもね。そうなんですよね、ここもタイミングを見計らって、正解は一つだけ、うまい、これ喉、さあデッドポイント、喉なんとか、喉なんとかですねいや怖え、あっ、あいや、やばい、これはこれ来た、喉なんとか、あなんとかに2回喉なんとかに、やっぱ喉なんとか強いですね、これはいげつないですね、これはさすが喉なんとか、伊達に卑猥な名前が付いてるんですね。もうこういう時のためにやっぱ卑猥な名前ですね。そうですね、とりあえず喉なんとか殺されるの今称号というか実績が今解除されましたよね。ポコン、前から後ろから殺されましたからね、今ね、喉なんとか殺され、ポコン、さあエイリアンシンドロームにも出てきたエイリアン、顔を抜けていく、いやー2機 今合計で3機死んでるってことか。そうですね、いやでもここまで3機ってすごいですよ、すごいですよね。さあ謎のこの生まれてくる、まあなんか玉みたいなやつ、さあここは追っかけるような展開、さあ後ろから追い立てられる、さあ落ちてきてだんだん収縮していく、危ない、あはは、怖い、64エヴァンゲリオンを思い出すこのステージ怖い、あっ、あったい、うまい、さあ一気にいったぞ、さあイエンテ、これはちょっと2周目をやるためにはこの辺でそろそろもうミスは許されない状況になりそうですね。そうですね、さあここも難関、いやーこのふわふわしてるの何なんだろう、謎のふわふわよく見て、いやーよける、これはこれは上に行ったところ、あーじっくり行きましたね、これ一気に右に行っちゃうんですかね、あなんか変なとこにできてる、さあここ変なとこにできてる、何がこれたまに何かここに出るんですよね。ああなるほど、普段はもっと避けやすいところにあると、たまにそういう安定しない要素も少しあるんですね、だからこういう時にそれが出ちゃうあたり日頃の行いってやつですかね。まあそうですね、何をしたんだよ、何をしたんだっていうさあセガ信者見てるかと言っていたエンテ、まさか痛恨の2ミス、さあここは一気に駆け抜ける、危ない、ギリギリ大丈夫なんだねこれね、そこは大丈夫ですね、行けば大丈夫なやつですね、はいはいはい、さあ坂道、今度は上りと、さらに登って下る、まるでエキサイトバイクのコースのように、あ、そうですね、みんなブワーンって行きって言って、みんなジャンプで、ジャンプでガラゴロ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 、何やってんのお前らみたいな、さあ抜けるよ抜けるよ、この間長谷円盤の久しぶりにマリオブラザーズやり、帰ってきたマリオブラザーズ久しぶりにやりましたけどね、さあここ難関、ギリギリ避けていく、あーお見事、さあ
次は最終ステージかな、1周目最終ステージ、宇宙ステージですね。ジグラット、ジグラット、このステージはですね宇宙空間ということであって、ちょっとなんかジャンプにふわーっと感性がかかってます。ふわーっといけるステージなので、ちょっと制御の仕方が他のステージとも違うので、ここも難しい、頑張ってほしいところ。降りてくる、落ちてくる流星、そして転がるこの顔、難しい足場にトリッキーな動きをする中型機と、あ、プリプリマンだ、どうだ、プリ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 マン出現、プリってるけど、なんて卑猥なやつなんだと、何がプリプリだよ、抜ける、うまい。さあ流星がバウンドボールのように落ちてくる。さあジャンボーゲース、ジャンプ連発、お前が飛ぶのは知ってるよと、あ、真ん中の方がジャンプするんだね。そうですね、下をくぐる、真ん中だけ飛んできますね。さあ、エンテ1周目、最後のステージ、シグラット、うめえ、うまい、なんとタイミング、おお、ギリギリ、ゼニゲバ配信でここでみんな死んでましたからね。もうみんな死にます。あ、ここ今エンテが勝手に飛んじゃう足場を避けてる感じですね。あ、そうですね、これトランポリン部分避けてますね。長い足場がこのブロックで仕切られてると思うんですけど、これトランポリンなんですよね。勝手にピョーンって飛んじゃって触っちゃうんで。確かマインさんもあそこには乗らない方がいいって言った気がするんで、そうですね、そこもちゃんと忠実に守ってますね。さあ天国への階段を登っていく、一個飛ばしは変わらない。ここもじっくり待っての待っての進みの弾む隕石、すげえな。そして後半戦ペンゴ地帯、あー来たペンゴ、この十字架のてっぺんは死んじゃいます。これペンゴのブロックは乗れます、ペンゴはダメ。おじさん見てますか、ペンゴおじさん見てるか。さあここも難しい、ロンパリドリが、おーうまい、えい、やる。そして足場、踏み切りジャンプ、上にいたところジャンプ、そしてファイヤー地帯となっております、ね、もちろんこのファイヤーも触ると死んでしまうということでね、タイミングを見てこのように抜けていくと、垂直ジャンプ、ギリ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 、ちょっと待って、おお、足場を抜け る, ってる。さあバウンドボール、最終ステージ、ここまでノーミス、ステージ残りわずかですよ。ここさあ、ここトランポリン気をつけて、トランポリンは触らない。さあペンゴ、ペンゴラスト、ペンゴ、ここ抜ければ、あーっとファイヤーだ。さあ最後のファイヤー、じっくり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 、最後のジャンプいったよ、一周目およどし、3ミスですね、3ミスクリア、まあでも十分ですよね。すごいことですよこれは。じゃあエンテ引き続き2周目頑張れ、頑張ります。でもエンテさん2周クリアしないとファイティングレア撤去という重い十字架背負ってますから、ね、重い十字架背負って大変ですよこれ、何としてもクリアしないといけないというところですね。クリアさえすれば1クレ100円で置いてありますから、1クレ100円で上がってんじゃねえ。ジャンプアクションゲームの、難易度ランキングをつけるとなると、まあ、どれが難しいか一番かは分かりづらいですけれどもね、本当にこのゲームはそのトップクラスに君臨するゲームになってますからね。難しいですよねこれ、うん、さらに、難易度が上がった2周目2の1、もちろんこのトランプの数が増えていると、見たからに分かりやすい。おお、うまい、ちょっと危ない危ない、いろんな難しいゲーム、家庭用も含めるといっぱいありますけど、特に洋芸でね、あの八丁が得意なあのドラゴンズレアとかね、はい、いろいろ難しいゲームいっぱいありますからね。どうだどうだどうだ、うまく引きつけてっちゃう、まいですね。さあ矢印の足は犬のこのセリフ、抜ける、ワウワウ抜けて、ワウワウ抜けて、さあ少し速度が上がってるか、チョロキュー、一回これフェイントするのがいやらしい、ね、そうなんですよ、スーパーマリオみたいに素直にジャンプしようとするとあのタイミングでちょうど踏んだ、そうですよね、あれね、ざけんなよみたいな。さあここも難しい、いや難しい、よーギリギリ、階段の上にいる、そうですね、あーどうする、おっとどうぞ、少々取ったけど、はい、確かこのゲームは一応あのレバー入れジャンプ、あ、なんだっけ、レバー入れ、助走をつけるとちょっとジャンプがあの高くなるんでしたっけね、なんかマイサーがそんなようなこと言ってましたけど、まあそんなんであの2種類ぐらいのジャンプをこう駆使すると言っておりましたけど、まあ詳しい解説はかつてのアレックスキットのねマイサーと一緒に実況やってる動画見てもらえば分かると思うんですけど、マイサーも今全一ですよ、そうですね、マイサーはこのゲームの全一スコアを持ってらっしゃるプレイヤーで、ね、うまい、
ここもあの緑の足場は確かトランポリンだったんじゃないかな。ああそうだった気がしますね。いやーこれよけずれ。ゲームの点火制ってどういうものなのか俺よく知らないんですけど、なんかあの普通に立ってるだけで点数こうやって上がってきますよね。そうそう、これでなんかギリギリまでやるって言ってたような気がします。ああなんかタイムを取って増やしてみたいな感じですかね。そうみたいですね。残りタイムは左下に数字がカウントダウンされてるんですけど、まあ、これが時折出る時計のアイテムを取ることによって増えるんですかね。20秒ぐらい今増えましたかね。そんなんでギリギリまで点数をちま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 と稼ぎながら進んでいくゲームなのかもしれませんね。のところ安定している二の位置。ちょっとあの2回ね喉なんとかにやられたのが、そうですね、あそこどう響くか。さあそのポリ殺人ピエロ避けていく。玉乗り殺人機、まあ、真ん中を避けるっていうね。そうですね、そこは基本として覚えておいてほしいかもしれないですね。やつがジャンプしたところ抜ける、やつがジャンプしたところ抜けると、はいはい、一面のボスが早めに出てくる。最後スピードアップ取って、この音符の動き取り機しっかりトランポリンには乗らないように。あどうだ、ういまあ、あと、うめえ、あれにも対応する。ういさあ、見えている。あ最初から惜しかった。さあ、これもう一回ミスしないように行きたい。ありがとう、リルイチクリア。残り3機、いけるかい。でも、自分素晴らしいです。さっきから死んじゃいけないところで死んでますね。なるほど、死んじゃいけないところで死んでいると言っていたエンテであれば、死んでもいいところが死ななければいいじゃないかと。そうですよ、逆説的に考えていこうということで。全くもっとその通りですね。頑張れエンテ。2周目のこのゲームのクリア映像をね、やっぱりアーカイブとして残すというのは非常にアーケードゲームの歴史を語る上で重要な、ミッションとなっております。そうですね。そしてやらなければファイティングレイヤーが撤去されてしまう。そうです。それを壊すところを廃止しないといけないというか我々も非常に心苦しいところがあるんですけど、7万円以上する基盤を破壊しなければいけない。そうなんですよ、エンテさんの自腹のやつを。頑張れエンテ。さあ穴から出てくるヘビ抜けていく。モンスターランドとかやってる方はね、こんなヘビでやられるかよなんて思ってるかもしれないですけど、触った瞬間知ります。そうなんですよね。危ない。おお、パターンバッチリですよね今。さあここブロックに押しつぶされないように注意してね。横から触っても平気だけど潰されると死んじゃいます。さあここも慎重に慎重にギリギリを抜けてた。結構エグいしてる。さあ穴ここで待つ。閉じたの見てから。ジャンプで抜ける、うまい。一周目とほぼ同じようなパターンですね。そうですね、もっと見た目ほんま変わんないんだけど、ちょっとだけ早いとかですかね。早いとかなんですかね。だから多分ね、マインさんもエンテも両対応のパターンでそもそも一周目やってるんじゃないかななんて俺は思ってますけどもね。さあジャンボグエースの挙動には非常に気をつけたいところ。ジャンボグエースは強いよ。本当ですよ。まさかね、社長がねセスナ打っちゃうとは思いませんでしたね。第6話本当ですよね。売られたジャンセスナ。俺のものをどうしても買ってだろう。それはそうごもっともですよね。いや怪獣大暴れしてるのに社長の気まぐれで出場できないというやたらとストレスのたまる特撮になっている。すごいですよね。ジャンボベース。さあ抜けていきたい。なんかすごいまあウルトラ警備隊的な組織、あれなんて言ったっけ。パッドです。パッドパッドが緩いんだよね、またね。緩いですね、はい、ゆるゆるです。あまりにも緩いから怖いミラーマンの隊長が来ちゃいました。来ちゃいましたからね。あの判断は間違ってないと思いますけど、アフリカ支部からつい来ましたから。アフリカ支部から来ちゃいましたからね。さあここは捕まって、さあ足場慎重に降りて。もうこれ以上残機増えないのかな。エンテなんとかしてよ。あ、残機はもう10万超えて残機5になった後も増えないですね。あ、本当に。あ、じゃあもうこれしかないのか。もうこの2機を動かしてる1機、そしてストックされてる1機、この全て合計2機で全てのステージを賄わなければいけない。エンテ死ななきゃ大丈夫。死ななきゃ関係ねえすからね。慎重に行きましょう。じっくりじっくり、シューティングゲーム総選挙でね、達人王が取った日にはもうジャンボグエース祭りですからね。そうですよ、もうエメラルド星人祭り。オーバーオーバー取っていく。おめでとう、ニノにクリア。ノーミス。時価20億の涙出ましたね。出ましたね。何のネタだかよく分かんないですけど。さあ谷口ステージとなっておりますけれども、ここものドクロに当たらないように。谷口ステージなんです。さあジャンプ、あ谷口出ましたね。谷口さんもやっぱ動きが速くなってる。動きが速くなってる感じですかね。さあ
危ねえな。この動きがまた温まるんですよ。温まるよね。のあいつが出してくる。ちょっと火の玉速くなってない？うわ1秒より。あー危ねえ。あれあいつこっちも行ってたっけ？こんなとこいたっけみたいな。あ危なかった今、あそもそもいなかったのか。ヘチマ、あー嘘やろ。いやー厳しい。いついに残ゼロ。こっからです。エンテナこっから強いですから。エンテこっからだよ。こっからエンテだってアレックスキッドで武道館行かないといけないですからね。そうですよ。もう頑張ってほしい。いやープリプリバン。危ない危ない危ない。いやー今す綺麗に落ちましたね。スコーンと落ちました、ね、スコーンと溶けます。あれ俺の足場はみたいな、みたいな、乗れると思ったみたいな、ね、さあプリプリ野郎を抜けて。いやーここなんか難しいって言ってた。エンテさん大丈夫？もう今無言で集中してますから。集中してますからね。もうエンテに話しかけるのはやめましょう。やばいですねこれね。やばいですね。ちょっとじゃあ八丁さんにあのファイティングレーンの基盤も用意していただいて。何の用意だよ。あとハンバーとハンバーとみたいな。さあ飛び道具を打って骸骨を殲滅していく。地形に沿って進む。あ1個残ってるから気をつけて。あでもすげえなー本当。さあこの後ジャンピングクリボーかなー。いやーでも泳げた。早い。この後また来ますよね。いやいやいや、これ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 がまたうぜえんだ。あの場合言うと死ぬのがいいよね。あれね。そうなんですよ。しっかり最後の1匹は前に入れて逃げなければいけないと。そしてタンポポプラス谷口頑張ってほしい。タンポポ早いですかこれ。早いですね。重力無視で今谷口が襲いかかる。谷口さんはもう関係ないですね。関係ないですね。あれこれ行けんのかなと思わせて。これ待ってね、こっちはね今のタイミング危なかったですよちょっと ねえみたいな。俺床あんのみたいな感じで無理感漂うタイミングで今来ましたね。来ましたね。さあタンポポとスタが絡む。いけー、うりゃっ、はい、さあもう増えてるぞ。これもおー危ねえ。うめうめ、あーこうやいけるかいけるか。はい、あー素晴らしい。これはどうするどうする、はい、一気に。そしてちょっとベビーサタン気をつけて。ベビーサタンヨナズン気をつけて。あるよヨナズン出してくるからね。さあアレックスキッド残り残機1、残ゼロ。ほい、よっしゃ。うわ、なんか転がってきた。よし、おお、また来た。あー怖いですね。また来るか。また来た。おお、分裂。よく見て、よく見て。よし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 。なんだあいつ。なに。危ねえ。なんだお前スライム超強いんだけど。いやお前なんだよ、でけえよ。どうすんのこれ。すげえテンション高いし。ういうい、マジで。あ、よかった。うめえ。うまい、集中力高めたね今ね。いやこれ来ましたよ。で、水中でしたっけ。さあ、水中ステージが待っている。いやすげえ。これエンテさんありますよ。エンテ大丈夫。あるあるある。あるよエンテさん。これもね、モンスターランドとか知ってるとね、あ、タコでしょ、何回か切れば死ぬよねなんて。よくね、手段がないですから。なんかいっぱいいるんだけど。うい、うい。さあ問題、問題のこの水中戦。いけるか。ちょっと出ます。ペットボトルを。ああちょっとね、アトランティスでも真っ青な水中戦ですからね。そうですよ、もうカカカーって言ってる場合じゃないですよ。そうですよ。悪魔の応援してるとろくな人間になる。あぶねえ。危ねえよこれ。あったー。うまい、さすが。頑張って。あ、アトランティスドライバー食らっちゃダメですよ。アトランティスドライバーはなしですよ。ロビン殺法でいきましょう。ロビン殺法。はい。さあ先ほど狩られたこのイソギンチャク、注意していきたいところ。この地形に引っかかるのがね、ちょっとイラッとするんだよね。そうなんですよね。一気にいた。一気に。あっ、あれ？ここ引っかかる？うまい。さっきここでちょっとね、やっちゃった気がしましたけど。そうですね。やらかしちゃいましたけどね。さあここ、ここ下側抜ける。一気に夢。ここも一気に行く。いやー素晴らしい。さあこのエイの地帯が非常にやらしい。ショットをしっかり取って。うまいですね。どんどん湧いてくるこの魚。どうする、どうする。ギリギリまで数を減らしたいと。あっ、ここで切れたので。いいですね。うまいですね。じっくり待つ。あーやばい、時間がないかな。そして怒り弾が降ってくる。やでね。あーあー危ねえ。危なかった危なかった。
あ、よく今ハンマーに手がかかるとかでした、俺も今、危なかった、危なかった、危なかった、見せますね、見せますね、わざとです、わざとです、危ない危ない、いや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 、時間が足りないな、両手で膝に持ってくとこでした、今危なかった、危ねえよ、今ハンマーチャンスでしたね、ハンマーチャンスでした、ゴールデンハンマーあるとこでしたよ。あ、この後あのクラゲとか大丈夫かな、心配なんですけど、そうですね、最後もまた怖いですから、ね、ああ怖い、ここも嫌だ、助けて、でそれはまずいんじゃない、危ねえ、危ねえ、危ねえ、いやいやいや、今いい判断でした、いや危なかったっすね、時間がね、この後エリアもあり、あれ怖いのか、あ、ここですね、クラゲ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 、おい、スピードアップ、クラゲも半分してるんですかね、よし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 、時間がない、大丈夫か、あ、あ、って時間がなんか4秒ぐらいしかないけど大丈夫、あ、途中取ってなかったのか、あ、ボーナス、あ、終わり、まあよくやった、ってに拍手、いや素晴らしい、悔しい、いやここまでいったらすごいですよ、大したもんですよ、いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いやいやさ、俺コンティニューで最後までやっていいですか、あ、どうぞ、できる、今やれる、いけます、あ、じゃあ、じゃあどうぞどうぞ、はい、じゃあコンティニューで、はい、はい、申し訳ない、まあでもここまでね、いやもうすごいですよ、ワンコインで行ったんですから、ここまでもう来ましたから ね、だってこのゲーム始めて半年ぐらいでしょ、はい、あいつ、そうですそうです、はい、お見事、だからもうファイティングレイヤーの基盤を割るのはもう勘弁したね。ただし1クレ100円になるということです。なるほどね。さあ残り2ステージとなっております。あ、残り3ステージか、ごめん。あ、そうですね。この恐竜シンゴジラステージ、ゴジラ体内宇宙でした、ね。あ、体内があるのか。あ、結構ありましたね、まだね。さあ難しくなっているこの2周目、ゴジラステージと。じゃあエンディホマキちゃんなんか2コインで行こう、2コインで。はい。そうですね、ここからね。2コインクリアを目指して2周目の、ごめん。ロンパリドリをかわして向こうへ行ったところを抜け、で、かなり安定してますよ、ここが2匹増えてる、重なったよ、非常にこのトリッキーなミニラ、ジャンプで越えて階段を上がっていく、ここは後ろに一旦下がって一気に前、さっきより動きが速い、なんか足場が確かに微妙にあれ、まあマリオみたいにあれなんですよ、2周目は足場が短いって感じ、ね、短いですよね、あーやっぱそうですよね、ちょっとだってあの絵が描いてあるやつもうちょいありましたもん、そうだよね、さあ先ほどはタイムが足りず死んでしまったエンテイとなっておりますけれども、このジャンプ台そして滑り台しっかりクリア、さあここも動きが速い、足場が小さい、いけるか、一個抜かしで上がっていく、いやちっちゃいな確かに、おっしゃさあパワーゲイザー、パワーゲイザー、パワーゲイザー、ゲイザー、いやいっぱいパワーゲイザー、さあ、プレスストーン、プレスもこれ若干速いのかな、なんか速いように見えますけどね、そして今度は下から、壁と、挟まってしまうと死んでしまうので注意と、速い、明らかに速いね、速い、うまい、うまいな、鍵を取ってシャクトリムシを抜けてまた鍵を取ると、しっかり取っていく、さあインディージョーンズ来ましたね、お約束の鉄球避けとなっております、おお。ショットアイテムを駆使して前から来る敵を殲滅、さあ風船は赤でしたっけね、そうですね、青はトラップ、赤はどれ、あ素晴らしい、赤一択だ、達人王おじさんも教えてくれております、そうですね、あれ緑がなかったです、緑がなかったですね、赤を取れば、まあ、進めると、間違って焦って青を取らないように取れないので、さあゴジラも慎重に目の前をジャンプ、ボーナス取ってジャンプ台で手すり、おい途中降りる、頑張れな、食べないでください、本当ですね、もうみんな初見で必ずあいつに食われたんでしょうね、当時やってた方も、ね、もうそうですね、スーパク、なんでみたいな、なんでみたいな、あれさらっと食いますからね、さらっと食って舐めてんのかと思いますよ、本当ですね、さらっと食いますからね、パリドリ抜けていく、さあ最後のジャグリング、あーついぞこれ、おーおーおー、安定してる、分かってきてる動きだね、いや素晴らしいですね、あ残り2ステージとなっております、2コインクリア見せれるか、エンテリー、さあバイオアタック、ライフフォース、そして X マルチぐらいのような体内を進んでいく非常に趣味の悪いステージとなっておりますけれども、
虫歯くんを避ける。さあここ挟まれないように注意。2回待って、下に下がるところをレバー右に入れで抜けていくと。オブレ危なかったです今。今危なかったよね。あれも死にますからね。ライバル喉なんとか、喉なんとかやばいですよさっき2人死んでますからね。2人やられてますからね。2人喉なんとかのどっかにかかってますよ。喉なんとか今度はノーミス抜けていく。喉なんとか攻略しましたね。よかったですね。この胞子みたいなの割と気持ち悪いですよ。気持ち悪いですねこれねなんで体にこんなの住んでんだよ。ジャンプで抜ける。さあここも素早くなったエイリアンシンドローム。顔面が飛んでくる謎の展開。早い早いです。これ早いですよね。絶対早い早い。まあサラマンダのプロミネンス的な感じでね。あ、そうですね。サマルと死んでしまうという。これも早そうだな。あのウォーターボール来ました。ウォーターボール、ウォーターとか言ってる割には触ると死にますからね。そうなんです。グラディウス3の3面の2面の泡と一緒です。硬いんですよきっと。さあ降ってきたところ飛ぶ、降ってきたところ飛ぶ飛ぶ飛ぶ、待って飛ぶ、あーうまいですね。うめうまい、えい、いや迷いがない見せ場だね。まあ足場が溶けちゃうんだよね。あー素晴らしい、一気に攻略していく。はい、やりますね。さあ、わけのわかんない、ふわふわ。これはうわどうする、どうする。ここ、はい、あー、上に上昇したところ抜けたね。そうですね、ここですね。なるほど、なるほど。あ、確かにここにさっきあったのにないですね。ないですね、さっきより簡単じゃねえか。おっ、いや、これは難しいギリギリすぎるだろ、あれ足場をギリギリジャンプ。あ、さあここはエキサイトバイク。ディスク版の VS エキサイトバイクがまさかの両面でびっくりしましたお前両面なんだみたいなねどんだけエキサイトバイクの容量少ねえんだよと思ってるゲーム違いますからね、あれね。さあもう一回、おー顔ってのがまた気持ち悪い。まあね、これレバー入れてれば大丈夫そうですね。さあマップはもうすぐ終わる最後の難関。ふわふわと顔、こうだ。まずは顔抜け、一個増えてる。どこやって抜けんのこれ。合うのこれ、どっかで、どっかで合うのかね。いつだいつだ、その時はいつ来るんだ。時間がないか。ここ何度もやってるんですけどね。今じゃなかった。いやーいつだ？いつなんだ？プラックがプラックになるの。いた！あーいた！危ねえ！危ねえ！頭に刺さってますよもう。ちょっと刺さってましたね。危ない危ない危ない。さあ得て泣いてもらっても最後ジグラト最終ステージ2周目のジグラト。いけるか、残機は3つある。ラウンド14、2コインクリアなるか。ではね、優勝してしまったがためにじゃあこのゲームワンコインクリアしろよと無茶振りされてね、ここまでの腕前になってまいりました。日の本マインかエンテイかぐらいまでの地位をね、そうですね、完全に確立してますからね。アレックスキッドは俺に任せろと飛んだ夢に。さあここもバウンドボール。さあジャボウエス、はい、真ん中が飛ぶようだ。ピョンとジャンプしたところを下抜け、そしてまた流星群が降ってくる。何のために俺はこんなところを歩いているのか、アレックスキッド。まあここまでの腕前になるのにね、一体何体の屍をね気づいてきたんでしょうか、エンテ。そうやってましたね。さあここはトランポリンが、この長いブロック、トラップが存在します。トランポリン乗らないように抜けていくと。いやーすごいな、なんかもう安定してるように見えますね。そうですね、シレット3機も増えている。さあここの天国への階段、ジャンプが非常にふわっとジャンプなので、あー危ねー。いやいやいや、ハラハラさせる。まあちょっとエンテの中ではパターンなんでしょうけどね。いやすごい。さあバウンドボール、よく見て
うわ、ペンゴまで来たぞ。さあ、ペンゴおじさん見てますかと。ブロックの上は乗っても平気。潰されなきゃこれブロックは触っても平気だったっけ。ちょ忘れちゃいましたね。あー、横からどうでしょうね。どうでしたっけね、死にましたっけね。挟まっちゃった。あー、いやー、パターン崩した。まあまあまあ、まだ先ありますから大丈夫ですよ。まあまあまあ、もう半分以上来てますからね。もう後半戦ですからね、ほぼほぼ。このもう一回ペンゴと、あ、そうか、ファイヤーファイヤーとのセットがもう一回あった、ね、ペンゴファイヤーでもうワンセットあったんでしたっけね。まあでもおそらく順調にいけば、あ、危ない、ティッシュジャンプだと思いますが、まあ言うても3機ありますから、ね、何やってんの、何やってんの。じゃあ、あの、申し訳ない、ファイティングレイヤー用意して、用意して、アトさんお願いします、ファイティングレイヤー。さあ、最後もうワンセットあるんだっけ。優勢もうワンセットありますね。この後あるはずですね。からの階段落ち、いやー、からのトランポリン、いけるか、ハエを避けて、そしてペンゴ、あのペンゴのキックのモーションがいいよね、かわいい、かわいいですね。えい、さあ、ファイヤーシャイ、ここを抜ければ、ここを抜ければ2周目クリアとなるよ。最後のジャンプ、ラストジャンプ、おめでとう、出てくにょきなくしよう。いやー、素晴らしいね。え、喉なんとかがなければね、クリアできたじゃん。喉なんとかなければちょうど行ってたことになるのかな、これ。そうですね、もったいなかったですね。惜しいですね。いやー、最後に見事にクリアしたエンテクにヒーローインタビューをね、じゃあしたいかなと思いますけれども ね。いやー、ほんとこれむちゃくちゃすごいことですからね、これはね。いや、すごいですよ。2コインクリアとはいえ、このゲームは難しいですからね。これ、波の人だったら5000円くらい使ってますからね、ここまでね。ジ・エンドと。じゃあ、エンテイさん、あの、こちらの方に。こちらの方に来てもらっていいですかね。じゃあ。ああ、マイクね。それ置いといて。じゃあ、そこ。はい、じゃあ見事、アレックスキットワンコインで1周、そして2コインで、2周したエンテイ君です。拍手。はい、どうも。どうでした今日のプレーは。いやー、カスカスの内容でしたね。もうちょっといろいろできると思ったんですけど。あれ、ワンチャン喉なんとかに2回殺されなければクリアできたんじゃないですか。そうですね、もったいなかったですね。もったいなかったですね。どうでしたアレックスキットをずっとここまでやり込んできた感想を教えてほしいんですけど。いやー、いいゲームです。やっぱね、宇宙一のゲームだと思います。ワーヒーツがね、世界一ならね、あのアレックスキッドは宇宙一のゲームだと思います。なるほどね、はい、で、まああえて格好には触れないんですけど、ね、で、まああの、じゃあ分かった、一応じゃあ聞いておきます、はい、セガファンにじゃあ一言。はい、セガファンに、今日はですね、せっかくね、あのニューバージョンでやらせてもらったのに2周でできなくて本当に申し訳ありませんでした。いえいえ、今度オールドバージョンでちゃんと2周ワンコインで2周できるようにもうちょっと修行積んで頑張っていきますのでね、はい、というわけで、アレクファンの皆さん、もうちょっとだけ続くんじゃよってことでね。いや、ないんじゃないですか。ないあ、エンテさ、俺からさ、お前に今度動かしておくんで、はい、ピットフォール2っていうセガのゲームがまたあんだね、同じような。ほうほう、それを動かしておくんで、ぜひ挑戦してみてください。わかりました。じゃあ、あのゲームもマインさんうまいんで、はい、マインさんに、アドバイスもらえば多分いけると思うんで。わかりました。あの、エンテにおすすめのゲームがもう一個あるんで、よかったらちょっと。わかりました。もう、まあ、X キットで散々起こしすぎちゃってもう完全不能なんですわ。ね、もう申し訳ない、なんかでそういうの期待してた方々には本当申し訳ない。いえいえ、わかりました。というわけでね、頑張ったエンテ君に大きな拍手を。はい、おめでとう、おめでとう。はい、いや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 。というわけでね、まさかね、エンテ君がね、こんなにゲーム上手くなると思う。いや、でも、すごいね、格ゲー勢はすごい。やり込んじゃ、何でもやり込ませると上手くなっちゃう。わー、すごいですね、これ。レシオ君のガンフォースもびびっくりしましたもん。わー、すごいです、あれも。うまい、本当にうまいなと思いました。今回のエンテ君のアレックスキッドのプレイを見て、アレックスキッド遊んでみたいとね、思う既得な人がいらっしゃいましたらね、よかったらぜひ遊んでみてください。はい、あの、ミカドであと1日ぐらいは稼働してるかな、わかんないですけど。そうですね。まあ、あの、エンテ君にはね、引き続きピットホール2クリアしたら、ミスタードゥのワイルドライドと、どんどん難しいのをね、出していこうかなと思ってます。エンテさんの金を巻き上げよう、巻き上げるという作戦ですからね。はい、ミカド、来月からついに、ストリート、明日、
明日が最後の日、フライングパワーディスク大会8時エントリー開始となっております。よかったらぜひ遊びに来てください、で来月よりストリートファイターカーニバル、9かな、1ヶ月間、はい、いろんなゲームでポイントランキングを競い合う、変則ランキングバトルストリートファイターカーニ、明日が1戦目、ああ明日からですね、ストリートファイターカーニバル9が始まります。1戦目、フライングパワーディスク、2戦目、はい、ポリサム、3戦目がガロースペ、4戦目がファイターズヒストリーダイナマイトと、で後ほどね、スケジュールしっかりブログと、ツイッターで出したいかと思ってますので、種目の方注目してみてください。なんかプレイヤー枠もあるんでね、指定タイトルもあるんでね、はい、どんなタイトル出てくるか楽しみにしていただければなと思いますけれども、じゃあアキラの方からなんか告知ありますか。ん、告知ですか。なんかあったっけ、大感謝祭とか。あ、大感謝祭、そうですね、今週いっぱいぐらいまで募集してますけども、来月の6月18日の日曜日、大感謝祭やりたいと思ってます。現在指定タイトル募集中ですのでよろしくお願いします。参戦でね、1タイトル好きなの動かせますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ三角大会の方まで、ね、6月18日開催予定となってますので、はい、動かしたいタイトル3000円で、動かせるということなので、アキラの方に、はい、連絡、ツイッターの方で連絡してみてください。よろしくお願いいたします。というわけで本日も多数のご来店ご来場誠にありがとうございます。エンテイ VS アレックスキッドロストスターズ、まあ1周クリアはエンテイ勝利ということで、そうですね、はい、はい、以上終了、ありがとうございました。